はい、皆さんこんにちは、キャです。私はタイに住んでいます。今日はですね、バンコクの南300キロにある、ワイ島という島に来ています。ここは小さな、リゾートアイランドなんですけども、ここに4日間滞在して、いろんな魚を狙ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日は、まずはビーチの端にある岩場をロックフィッシュを狙ってみようかなと思います。よろしくお願いします。はい。それでは、ジグヘッドに。ワームを刺してやってみます。はい、第1投目から釣れました。やりました。やりました。嬉しいです。ジグヘッドワーム第1投目から、釣れました。これはリーフの浅場ですね。やりました。嬉しい。はい、それでは2匹目狙っていきます。かかりました。なんだろう、これもハタかな。なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう。お、連発、ハタくん連発。ちょっとちっちゃいけど、やりました。はい、2匹目のハタ釣れました。やはり同じく、ジグヘッドワームです。楽しいです。はい、ジグヘッドワームがっちり加えてます。ちっちゃいからリリースしましょう。はい、刺身できました。ハタの刺身です。ちょっと見栄えが良くないですけど食べてみたいと思います。先ほどジグヘッドワームで釣ったハタです。早速刺身にして食べてみました。うまい、うまいです。あ、最高。刺身醤油とわさびを用意しています。うまい、うますぎる。うまい、ああうまい。はい、来ました。朝の一発目。
ましょう。はい、朝の一発目、オモンハタ来ました。はい、はい、朝の一発目、オモンハタ来ました。はい、可愛いサイズですけど、リリースします。連発です。ちっちゃいけど、はい、先ほどと同じサイズの旗が連発して釣れました。フィッシュ、会長に連れてます。はい、ありがとう。はい、また釣れました。はい。はい、朝も。たくさん釣れて堪能しました。よっしゃ、はい、帰りましょう。はい、ボートをレンタルしまして、ボートから狙っています。はい、ジグとミノーに反応がないのでダウンショットに切り替えました。ダウンショットリグで音も探ってます。ハタの少し大きいのが釣れればいいなと思ってます。はい、それでは、引き続きシャッドテールワームの、ジグヘッドリグ投げていきます。さっきから頻繁に当たりがありますので油断せずに。さあ、どうかな。はい、旗かかりました。よいしょ、よいしょ。黄金旗かな。はい、ジグヘッドリグに旗かかりました。やりました。はい、いい感じです。
はい、今、青物を狙ってメタルジグを大遠投して、手前まで引いてきて、手前で足元でちょんちょんしていたら、旗がかかってしまいました。こんなちっちゃな旗がこんな大きなルアーにかかりました。びっくりです。はい、リリースします。はい、それでは、ユーマ詰めの、旗ゲームをしたいと思います。ちょっと磯場に浅く立ち込んで、ユーマ詰めの旗を狙います。使うのはジグヘッドワームです。回収したら来ました。よっしゃ。はい、旗キャッチしました。この大旗がこの辺一帯に多いみたいです。釣れるのはこのサイズが多いですね。はい、これはリリースします。ありがとうございました。来ました。ちょっと小さい。はい。これはまた違う種類の旗ですね。はい。ミニライト、ミニロックゲーム、好調です。引き続きます。はい、現在の刻5時30分です。旗を狙って、サゴイ。来ました。これはバラしたくない。おっと、今回も可愛いサイズの発してます。はい、じゃあこれもリリースします。はい、また釣れました。はい、かかった後に根がかりしちゃったんですけども、運よく外れて元に帰ってきました。ありがとう。かわいい旗。はい、バイバイ。ああ、もう最高の景色の中で釣りができるなんて、最高に幸せ。